横田理香は日本のタレント、レースクイーン、東京都出身、プラチナムプロダクション所属。13歳の時にプラチナムプロダクションにスカウトされたが、当時は中学生だったことに加え、人見知りが激しかったことから即芸能、活動開始には至らなかった。2014年、ワッチミーナ第3期候補生にエントリーされるも、最終結果で10位に終わる。2015年、 スーパー GT、リクセルガールズに就任し、レースクイーンデビュー。同年からは、平塚競輪のイメージガールにあたる、平塚競輪バンクエンジェルを2年間務めていた。2017年、同じ事務所の村上マリナと共に、アップガレージ、ドリフトエンジェルスとして活動。プラチナム所属者としては2014年の泉、テルミ以来、3年ぶりのドリエン企業となった。 翌2018年も引き続きドリエンメンバーとして副キャプテンを担当した。2019年は d s ステーションフレッシュエンジェルズとしてスーパー耐久の公式イメージガールを担当。プラチナム所属者が S 体のイメージガールを務めるのは彼女が初めてであった。2020年はプラチナムを退所した青いレーナに代わり景品ブルービューティーとして スーパー GT500 クラスのレースクイーンを担当。2021年1月1日付で京浜が日立グループの企業と吸収合併し、日立アスティモに社名変更されたため、12年続いた京浜ブリュービューティーはこの年が最後となったが、2021年3月14日、新会社のレースクイーンとなるアスティモミューズに選ばれたことを発表。引き続き、 スーパー GT のリアルレーシングに携わることになる。この前年には、林桜がフレーンに復帰したが、復帰直後に、プラチナムからイ、e、ースマイルに事務所を移籍したため、プラチナム所属者としては横田が、初のスーパー耐久イメージガールとなる。宮古市あえ、ヤク有アリ坂本くるみ、アビルなつみ、沖立ただ、ラン、薄井美希とも共演。横田リカゲームチャンネルテスト配信。 バイオハザード RE3 から YouTube 2021年3月15日閲覧。ABCDE ワロップアロカワ美人25横田理カから YouTube 2021年3月15日閲覧。立花カナ2017ドリフトエンジェルス安田ななな村上マリナ神尾水木横田理カ YouTube 2021年3月15日閲覧。AB オートスポートウェブ景品ブルービューティー景品ブルーナビゲーターのレースクイーンコスチューム撮影に潜入 YouTube 2021年3月15日閲覧ありがとうございます